それは何やっぱりパソコンとかだと。はパソコン運転してる人はもう基本的こっからここまではもうガチガチになるから。スマホ。まあ今の人はみんなそんなあるんだろうな。みんななるね。テーマ。むしろ大変さを覚えるよくわかんない。結構みんなさ、マッサンとかあの LINE とかでさ、結構写真とか流すじゃん。なんか分かるけどさ、Facebook でも LINE でもそういう人あんまりいないから。なるほどね。戻ってきてるとかって言ったって見ねえし、そのタイミングで会わないともちろん見ねえんだろうけど、まあ、タイミングをないっていうことを逃したってそういうんだろうかな。そもそもね、年代の年齢も入ってくるかもしれない。多いよ。あとは公務員って言えばカテゴリーがいいや。公務員って安定感が間違いない。ドーンっていう感じはねえけど、安定してもらえるからな。知らない。ちょっと降ってきそうな感じだったよ。ちょっと待ってくれ。全然俺は痛みを我慢するので精一杯じゃん。いていていて、もっといて。すっげえいて。なんで、なんで、腰？腰。奥の。すっげえいてよ。さっきの方がいいです。だいたい手を揉んでくれるところって上の筋肉しか揉んでくれないんだけど。うんこ漏らすかもしれないかって言ったらいて、俺はあの体が弱いんだから、裸足だとすぐ腹が痛くなるから。来る前に痛くてそれに行ってから来たんだから。今出たもう大丈夫そうな。逆にネタになるっつって悪いようじゃねえか。言ってくれ、そしたらその感想役年だったっていうよ、うんこもらったら。
けど、その途中でね、来るのやめちゃう人が結構多い。うん、でも全く来なくなっちゃう人も結構いるし。まあ、うちに来ないだけでいいところに行けていってるのかもしれないけど、まあ、それはそれでね、俺の腕がないんだけど。もう大丈夫だなって思って来なくなって、もうずっと来ないんだ。結構あるの、最近行ってないから行きづらいなとかも結構あるから。東京に暮らしてるにも結局金銭的な体力もないというか、仕事戻るの？戻らない。もうやだ。それである程度終わりにして、もういいやと。今日4時から病院なんだよ。だから、もういいやと。今日、見積もり送るんだけど、作って、用意しちゃって。あとはもう発注なんかしないけど、間に合うから、これが終わりやけど。時代が悪いって。悪いんだよ。